それじゃ装備の。 Thank you.
本線は現在寺田の橋を通過。予定通り10分後戦争にて海兵隊司令官が訓示を行う。各員それまで持ち場にて待機せよ。現在、メタルギアのデータは先進国のみならず第三国のいわゆるならず者国家の手にまで渡っている。合衆国の核武装に対抗するため各国は独自のメタルギア開発に着手し始める。今世界中でそこで我々はメタルギアの亜種に対する迎撃兵器としてこのメタルギアレイを開発する。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。レイの前では世界中に拡散したどのメタルギアも脅威ではなくなる。我々海兵隊がこのメタルギア令によって愚かな核軍拡の流れを押しとどめるのだ。このメタルギ
敵から攻撃を受けた。警戒を強化しろ。警戒を怠るな。ん？誰だ？ん？誰かいるのか？怪しい奴がいる。応援を頼む。
動くな。敵中だ。総員警戒しろ。動くな。Come on!
Thank you.
Let's go.
そこの前。どうぞお入りください。あんたがエイムスだな。
状況を確認しよう。
これが大臣、どうしたんだ？大臣、大臣！
動くな。
久しぶりだな、ジャック・ザ・リッパー。この男をご存知で？私を覚えているよな。大きくなった大量のインプラント奴らに記憶もいじられたか。俺がこんなこと、いずれはバレる。いい、しばらくしたら解除するから覚悟して。ヤツを見つけた。そうやも頼む。受け取れ！
丈夫か。オセロットが GW から S3 のデータを発見したときは驚いたものだ。だが、よく考えれば悪くない計画とも言えるな。毒を持って毒を制す。スネークの兄弟である私を倒すための資格としては最適だ。S3 計画、ソリッドスネークシミュレーション。史上最高の兵士、ソリッドスネークを人為的に作り出す養成プログラム。徹底した VR 訓練によって作られた存在しないフォックスハンドの代人ジャック。お前は奴らに作り直されたんだ。ソリッドスネークの模造品として。残念だよジャック。よりによって愛国者たちの道具に落ちるとは。だが私もお前を利用させてもらった。奴らの計画を逆手にとって、お前の侵入、ソリッドスネークの出現、我々の中に愛国者たちの手先が入り込んでいることは明白だ。作戦が最終段階に入る前にそいつを駆り出さねばならなかった。そのためにお前を餌に使った。ジャック、あの内戦の国で過ごした日々は真実だったな。生か死か、毎日が絶対的な現実に満ちていた。そこから逃げ出したお前が今度は虚構に操られて戦場に戻ってくるとは。
ジャックよ、目覚めたか。アーセナルの AI GW は破壊された。私はお前を見くびっていたようだ。代わりにお前に答えてもらうぞ、我が息子よ。一体何を聞くつもり？彼が何も知らないことは知ってるはず。聞くのはこいつにではない。覚えてる？もちろんだ。俺たちが初めて会った場所、思い出した。今日は君と初めて会った日。そうよ。次の世代に伝えたいことがある。生きるものは全て遺伝子を後世に伝える。赤ちゃんのこと？ああ、でも人が伝えるのはそれだけじゃない。遺伝情報に記録されていないものもある。俺たちはそのことを子供たちに伝え続けなければならない。どんなことを？環境、思想、文化、思いやり、悲しみ、喜び。
俺たちはそれを未来に伝えるんだ。それってプロポーズ？この言葉だけは誰にも伝えないでくれ。I can't say goodbye.
I know how good it has been. Facing forever, here I stand, come what may. Bring the old, bring the new, yesterday. It's there that I'll find inner peace, not war, and dreams that I let slip away. I'll find the joy.